ためにやれるかどうかだよ。みんな自分の評価を上げたい、勝ちたい、成長したい、きつい時に誰が走れるか、誰が早くサポートいけるか、ポジティブなことはかけれるか、ミスを起こさせないようにいいコーチングを早くできるか、フォワードチーム、チームのために体を張れるか、失点を防ぐってチームのために防ぐわけでしょ。謙虚に、貪欲に、何回も言ってるけど、チャレンジ、チャレンジャー、ここ、まあ、もっといろんな言葉にしたらいろんな言葉あるのに、まあ、言ってみたらベースだよ。このベースがあって求められてることがあって、これを達成したから勝ちが見える。これをなしにして好き勝手なことをやって、自分たちのうまくいかないやつの悪口言っても絶対成し遂げない。もう一回言うけど、勝ち点2を落としてるんだから、ね、引き分けで満足しちゃダメだと。前回と同じようなホームゲームの試合しちゃダメ。ホームゲームだから、相手は松江とかじゃないんだよ、自分たち。だからもう一回松江のこのことを別に書いてるけど、求めることは球際、ハードワーク、試合の入り方、この間試合の入りで失点したからもう一回10分シンプルにやる。球際絶対負けない、相手よりハードに戦う。で、今一度原点、初心に戻ってこの一戦にかける。この90分プラスアルファにもう一回みんなで全力で戦う。来週の大分はまた次だ、終わった時に考えればいい。じゃないと積み上がらない。分かんない、みんな緩くないかもしれない、内に秘めてすごく思ってるだけで、表現の仕方がダメで、あのダメっていうかうまくいかなくて、俺がそういう風に感じてないだけかもしれない。みんな内に秘めてるだけかも、秘めてると思うよ。だったらグラウンドで思いっきり表現したり、別にミスなんか恐れなくていい、何回も何回もチャレンジしろ。それはチームのためになる、チームのために走れ。かっこいいプレーしようとするな、地に足つけてしっかりプレーしろ。90分球際激しくハード、それが今日何よりも一番大事だ。松江とかどうでもいい、全部自分たちだ。この間前回自分たちが崩れてるわけだ。OK で、まあちょっと厳しいこと言ったけど、俺も一緒に戦うし、スタッフも一生懸命戦ってるし、みんな後押しするから、グラウンドに立つ選手は思いっきりチャレンジして思いっきり暴れればいい。 OK、 じゃあウォーミングアップ以上にしてますけどね。本日も大いに戦ってまいりましょう。よろしくお願いします。声のボリュームなどはくれぐれもお気をつけてください。お
互いに熱く斜めだな。もう一回でも気がするもっと涼しい。でもやっぱ不良だよ。はい、行きましょう。みんなで、みんなで大事だぞ。はい、レプリズ上手するなら両方あるからね。言ってあと10分、あと10分、あと6分。大丈夫大丈夫ね、いい準備するよ。松江シティ FC 選手の交代をお知らせいたします。背番号18吉澤修選手が入ります。
ょっと難しいゲームだったけどね、こういうゲームしっかり勝ち切るというのすごく大変なことだし、本当みんなの力だと思うんで、途中から出た選手も最初からいた選手も本当にパワーを与えてくれたと思うから、本当にいいゲームだったよね。なので、2連休はないんですけど、しっかりこの後また次ベルスマと大事な試合があるからアウェイになるんで、あと移動とかあっていろいろ大変だと思うけど、しっかりリカバー、明日リカバーするんで、しっかり今日モリカはこの後、リカバージョギング組と匠さんの方でトレーニング組とに分かれるんで、もうしっかりベルスマの方に向けて準備しよう。 OK、 ナイスケース。ナイス中京投げ、ほら平中京投げしよう。冷静じゃなくて、ちゃんと1週間空いてるんで、またいい準備して最初も勝ちましょう。よし、お疲れ様です。